皆さん、はじめまして。2016ベルマーレクイーンになりました千田恵美と申します。エミミンと覚えてください。現在大学2年生の19歳です。出身地は神奈川県です。これから1年間サポーターの皆さんと一緒に選手の皆さんを全力で応援したいと思いますので、これからよろしくお願いします。さあそして皆さんこんにちは、大月ひとみと申します。ドイツ生まれの日本アメリカウクライナ育ちです。すごい。23歳です。高校時代にサッカー部に所属していましたが、ベルマーレは初心者です。なので皆さんに教えていただきながら、勉強しながら一緒にベルマーレを盛り上げていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして菊田さん。皆さんこんにちは。2016年ベルマーレクイーンになりました菊田彩乃です。1年間選手たちの力になるように、サポーターの皆さんと一緒に全力で応援していきたいと思います。よろしくお願いします。では、はい、皆さんはじめまして。2016ベルマーレクイーンとなりました荒牧さやかです。19歳です。私のモットーは継続することと何事も元気に楽しくです。これから1年間皆さんと一緒にこのチームをもっと盛り上げていけたらなと思っています。湘南ベルマーレをもっともっといろんな方に知っていただけるように精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はじめまして、こんにちは。2016ベルマーレクイーンとなりました沖本美月です。美月という字は光に希望の木で美月と書くんですけども、これから湘南ベルマーレを応援していくにあたって、サポーターの皆様と光と希望に満ち溢れた応援をしていけたらいいなと思っています。1年間よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。こちらの5人のクイーンがサポーターの皆さんと一緒にスタジアム、そしてベルマーレを盛り上げていきます。なお、この後スタジアムのメインコンコースにてお客様のお出迎え、そして試合終了後には場外イベントエリアで実施するリーズトゥーディオーシャンに参加いたします。2016ベルマーレクイーンに温かいご声援をよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。